どうもオペラです。さあそれではガチエリアですね、ネギトロタンコのステージやっていきたいと思います。ということで忘れずにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということでさあそれでは相手の編成 X プラッシャーカスタムに、スプラッシューター、オーダーシューター、レプリカ、北斎にジムワイパーじゃない、デントライパースミカっていう感じで、まあ編成的に言えばこっちはそんなに前にガツガツ出る武器がないんですよね。縫い状況を作ってあげれば、まあローラーがね結構いけたりとかするけど、基本的に後ろ目であって、いやーこれメインだけで行けば行けたかな。この場所ね、あの場所強いからね、ああいう場所取ったら強いから、相手の編成的にああいうとこにエクスプロッシャーとか立たれてひたすら塗られて、で後のシューター北斎ワイパーに前ガツガツ来られるのが強いから、ちょっと潰していく必要がある。3人倒して、でまあこっちは結構この中で言ったらもうガロンとこのローラーが前に行くしかないんやけども、結構ローラー後ろ目みたいやから、うん、頑張って連続キル取るしかなさそうですね。うわジェットパック当たっちゃった、これはきついな。結構後ろ目やから、まあちょっと仕方ない部分もあるけど、相手は3人ぐらい前出れて、こっちは塗りがあればって感じが、実質1人って感じか、まあ、キャンピングシェルターとかねうまいこと使って、なかなか前に出ずや、ここ絶対いるから、これねよしよし倒した、これはねしっかり前に行かないと、マジで後ろ後ろって感じだと本当に勝ちづらくなるから、勝率も下がっちゃうし、よしよしよし、いやいやいや、これ縫い状況できたからローラーも動きやすくなるでしょう。あとはシェルターとかで相手の方に入ってヘイト稼げればいい。これためカーリング強いか使って、いや距離取ったけどこれ強い。で隅長シードと合わせてね、相手視覚も悪くなるから、あいいぞいいぞいいぞ、前に行けてる行けてる、あと手前入らせないようにして、あー最高最高、相手ねあの塗りが強い武器を、よし買っていく。こっから買ってったのはすごいな、下から、いやー当ててはいるけど踏み込み切りが、いやけどナイスナイス、前に行けてんのいいよいいよいいよ。で1人か2人ぐらいはエリアの方とかでね生き残っといてもらえれば、よしよし倒した倒した、3までいった、ナイス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 、さあそれではガチエリアですね、ネギトロタンコのステージやっていきたいと思います。ということでさあそれでは相手の編成、また来たエクスプロシアカスタム、ほんま光栄強いからね、このステージ本当にねできたらあんまやりたくないステージでね、もう構造的に光栄が強い、射程長い武器がで、だけど仕方をして、あとプライムシューターコラボとゴーニーガロンとパラシェルターか、まあそんな感じと、これ隅流しと流していけたら大きい、でどんだけ時間稼げるかが大きいね。これはエクスポーシャー結構メインとかも強いからね、これまあでもそこでスペシャルを吐かしたの大きい。ただ手前が、あナイスナイス処理できてる、まあそこ強いよね、その場所ね、その場所取られたくない場所、カバーが入る、エクスプロッシャーあっこ立たしちゃダメなんですよね、あっこでひたすら後ろの方で塗って、塗りが強いから、じゃあ後の武器はもう前に出てガンガンキル取ってみたいな感じになるから、それがね理想的な体型にしたくない、形にしたくない、この場所は取っておきたい、塗りが強い頑張って塗ってるけど、こっち狙わしといて隅流しと流す、ここの場所と、相手がね、さっき言ったとか、あんこよく固まるから、よしよし、仕方をして、ちょっとダメージ回復もしたいな。本当にね、相手塗り強いし、なんて、キル集中したらいいって感じやから、この前に出て、できるだけ、
稼ぐっていうのは大事。1人か2人ぐらいは前に入り込んでいきたいな。で1人か2人はの後ろに生存だから、この編成で言ったらまあ弓あたりが生存しといてもらってみたいな感じかな。でそういえばえぐい、メガホンターの X の、まあ、鉛筆とか来た時もねそうなんですけど、塗りが非常に強いのと、あと綺麗に塗れるから、そういうのが来るとね、あとはキルに集中できるのがいいですね。ここね、この場所も取られたらダメ、強い。これできるだけ射程取って、傘はね近づいたら厄介やから、傘にぶつかったらダメージも入るし、よしよし、しっかり距離取れていけた。こんだけ塗っててだってエリア取れないんやもんね。塗り強いよ。さあ、あえて帰っていく。絶対ね、これただ塗ってるだけで勝てないから、本当に相手塗り強いし、だからヘイト稼ぎとかもしないと、で前でキープしたりとかそういうのもしていかないと、だからね、来ないのが偉いだよね。射程取ってるのはね、吸盤強いよね。そこはどけれるから、よし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 、これを倒さないといけない。そうしたら絶対カウント進む、相手の編成的に。よしよし、いいぞいいぞ。さあ結構粘ったカウントはちゃんと進んでおる。そう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 、1人生き残ってるのもやって、残り 2,3 人ぐらいはね前に上がってるのが一番いい、特にこういう変わったステージでは。これ後ろから行けば倒せるぞ。濡らせない濡らせない、ナイスナイス。さあそれではガチエリアですね、ネギトロ炭鉱のステージやっていきたいと思います。ということで、さあそれで相手が来ました。チャージャーね、マジでこういうステージ強いから。でノーチラスに、まあ、スプラッシューターにスパッタリヒューか、シールド強いな。この場所取らしたくない。よし3人倒して、これはねきついわ。あー、段差が上がっちゃったのと、惜しい惜しい、もうちょっとで全員いけたな。ここのステージ本当にねめんどくさいから段差が上がって入り込みづらくて、射程がある武器で後ろからやっとったら強いってとこやから。さあ強いウルトラショットが、まあこっちの編成的にはウルトラショットないから、相手のノーチラスとかリッターをね倒せるとこっちは動きやすくはなるから、まあ筆とかはね結構侵入はしやすいから、そういうのうまいこといければいいんじゃないかと、そんな感じですね。でリッターは下のエリアの方のあの中央の方の高台とかにいてもらえれば、ここでできるだけどんだけ稼げるか。うん、ライン上がってていい。そして右側も行けてて、ビーコン非常にありがたい。やっぱ初動キル取ったのは非常に大きい。あとウルターショットで全員がワイプアウトになってたか、そんなんが注意。よしよしよし、これも上がってって、のこの後ろの方にいる敵を倒したい。よしよしよし、そう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 、これで味方も動きやすくなる。めんどくさい武器を倒す。相手の編成を見て、これ隅田がシータ当たるから効果はあるでしょう。そう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 、1人か2人ね自陣にいてもらって、まあ、2、3人で前に行くっていう理想な形になってる。ナイス。さあそれではガチエリアですね、タラポートショッピングパークのステージやっていきたいと思います。ということで、ここもねステージ変わったとはいえ左側行けるようになったけど、とはいえやっぱ押し込んだ強いところでね、ステージでやっぱ基本攻めたもん勝ち、前行ったもん勝ちやから、よしよしよし、しっかり倒す。3人倒してあと1人でいるんですよね、そこにね。それ注意、射程取っていかないといけない。ナイス。さあ墨流し流してね、相手できるだけ崩していきたい、常に攻めの状況いきたい。これはちょっときついけど、まあ、味方やってくれでしょう。ナイス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 。いやー、しかもビーコンがありがたいわ。広いステージとかね
まあ、ビーコンとかエナジースタンドとかそういったほんまマジで強いから、まあ、サメライダー大丈夫でしょう。腰掛け倒してよし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 。やっぱシューターはねおすすめですね。全部のことできるから売れるし、いろんなことできるで、これヘイトできるだけ稼いで、これ近づかないように当て振り、よしよし、できるだけ最低射程でヘイトは稼げてる。でいい場所も取れて、隅流しと流したこれ倒す、ナイスナイス、きついぞ。サメライダー後ろから塗れば塗りもそんな取られないし、大丈夫大丈夫大丈夫、いいねー、よー、完璧、ナイス。さあそれではガチエリアですね、ネギトロ炭鉱のステージやっていきたいと思います。ということで、さあそれでは相手の編成はガザップ若葉シューターリッターにスプラッシューターコラボか。まあノリが強くてリッターがね一番倒したい、ね、デコイチラシもね油断できないから本当に強くなってるから、リッターがね一番倒したい、あれを倒せるかどうかがだいぶ関わってくる。だけど最初リッターのエリアで、ね、取れたんないです。ということで、いやリッター倒してくれてる、ナイス、めちゃくちゃナイス。ここの壁乗ってきてね、当ててはいる。これ入り込んでね、相手をね見出していけたら一番美味しいんやけど、相手めっちゃ警戒してるから。倒した倒した、あーこれちょっときついか、いやー惜しいな、あーナイスナイスナイス、助かりました。これね味方よく前行ってカバー取ってくれた、これはめちゃくちゃ大きい。こっちがね相手の手段当たっちゃったから、ダメージ食らったから、あこれきついなと思って、ただ相手削ってたところをねやってくれたっていうのが非常に、あめんどくさい。公営武器がいるときはこれね相手抜けてるわ、抜けてるからそっち行かないといけない。相手グレートバリアあるから、そこに味方飛ばしたら安全やから、いる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 。うわーインクに足が引っかかって隅流しと捨ててしまった、あーナイス。さあそれではガチエリアですね、ネギトロ炭鉱のステージやっていきたいと思います。ということで、さあそれでは今回相手はエナジースタンド、アリザップ、ロングブラスター、スプラッシューター、若葉シューターか。まあ乗り強くて、でまあ長射程とかねそういう強いのが高台に座ってとかするけど、それに強いロングがいてって感じか。ウルトラショットあってグレートバリア、まあ非常に強いですね。ウルトラショット対策とかもできるし、塗り維持もできるし、よしよしよし、あとここや、この場所や、この場所、あーナイスナイス、最高最高、取れた取れた。あとは相手の方入り込んでどんだけ乱していけるかか。こっちちょっと武器パワー的に言うとね、こっちはメインちょっと弱めやから、ただみんな塗りはできるから、まあ、頑張ってキル取っていきたい。いやナイス、いやノリが強いからめちゃくちゃ戦いやすい。だからこっちはね積極的に前に上がってでキル取ってきて、いやーうわー来ました、ウルトラショット、ウルトラショットはほんまに注意強いから、いやーめちゃくちゃ良かったんけども、ウルトラショットマジで注意ですね。これは手前処理からしっかりしてて、後ろ狙われておるが、伸びは強いから、まあ、その辺はそんな心配しなくていいから、よしよしよし、裏取りとかして、どんだけキル取ったりとかできるか稼げるか、ボム注意、隅流しと流しといて、あ、これ登らない方がいいな、めっちゃ警戒されてる、いやー、それ当たるのか。だけどまあ時間稼げたでしょう。よしよし、カウント進んでる。いやエナジースタンド、ウルトラショットがマジで強いな。だけど頑張ってる頑張ってる。
武器パワーと、まあ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 、でも塗りは強いからね、その分キル集中できるか、そこのポジション強いのよね、やけど取らせない。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。まあただ相手ちょっとね、まあ言うならちょっと塗りが弱いから、そこは生かしていきたい。隅流しと流して、いやロングがずっと見てんだよな。1人か2人上がれたらいいけど、まあ自分が上がってヘイト稼げたらいいな。だけどホップソナーがあるからちょっと今はいけない、やめといた方がいい。よし、来た敵をやる感じでもいいな。いやこれは行こう、偉いよね引いてくんの、壁越しの。いやほっ、ザップがね一番倒したいな、相手の編成的に。ロングだけが残ったりとかしたらそんなに塗れないから特に危機感はないけど、あ、全員直撃でワイプアウト取られるとかじゃなければ、やっぱエナジースタンドとかウルトラショットの武器を倒したいな。これ倒せるかな、よし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 、倒した、武器倒せた、いいぞいいぞいいぞ。ダイス、いやー直出ました、直撃、うわー直撃取られちゃったか。あー、そのバリアは強いね。うわいけるいけるいける、ロング足輪とか捉えたらもうできないから。ナイス、大丈夫大丈夫、強いポジション取らせない。オーバーフローしたらいいポジションになってますね、ああいうとこ立ってたら強いからね、ああいう武器は。だって吸盤って結構濡れるもんな、濡らせないようにこっちも強いポジション取っといてっての。よし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 、直撃ブラシター倒したが、スプラッシュータ、これワンチャンあるからウルトラショットとかで。あー高台の、高台相手来たか、ここにおるね。これねヘイト稼ぎ、ここのね場所取られたくないですよね、相手取ってきてる。やっぱエナジースタンドが、ザップがね相手を勢いづかせるから。でウーターショット敵倒したってなってもウーターショットかかか抱え落ちさせることができないから、エナジースタンドでこれヘイト稼ぎやね、アイドに乗ってはいけない。9番ボムが強い、乗れるし、あその裏取りナイス。さあエナジースタンドの差、ウルトラショットの差を覆していく、しっかりと後ろから、いいナイス。さあそれではガチアサリですね、まひまひリゾート&スパのステージやっていきたいと思いますということで、さあそれでは相手の編成ゴーニーガロンにホットブラスターカスタム、スプラマニューバー、ロングブラスターか、なるほど。まあどれも前に出ようと思ったら出れる感じか、メインが強めの、強いんですよね、ロングは強いから。スタートダッシュか、相手美味しいな、そしたらキル取ったら。ロングあんま機動力ないから、あの後ろで立たれてで待ってたんですね、来た敵を倒すっていう。いやーちょっと武器が、そうか、あーまあこっ、あそうか、編成格差負けなのか。あーやけどもまあ距離詰められたらノマボラスターとかも結構強いから、うわーマジで、うわーホットブラスターカスタム一角か、ちょっと攻められまくってる。しかもあえてゴーニーガロン文字印やからな、シールドがあるから戦いづらいだな。だけど武器パワーは差はあるけど、全然全然、まあその分こっちは塗りが強いのがいるから、でその辺はありがたいし、
距離近づければ、まあ、近く取れたりとかもするわけであるから相手も来てんだよね。いやけど中央取れたからこれライン上げていきたいね。相手逆にガスガス来てるから大丈夫大丈夫、自分が前に行けば、うん。でまあこっちもそうやね、編成的には5、2ガロンいるから、無印いるから全然攻められないこともない。大丈夫大丈夫。さあラインを上げよう。アサリが集まればちょっとアサリ集めて、いやーデカアサリ作りたかったな。あっこシールド払えてマジで強いから、で裏抜けすんのも結構難しいステージで、そんなもできたらしたいけどここ入らしちゃいけないのよね。この左側のところも強いし、相手シールド5、2ガロンやからね、ちょっと上やからちょっとねラインを上げていきたいところね。ラインが下がるとマジできつい。相手シールド張れるし、これも実質バリアみたいなもんで、まあって言っても編成的に結構きついけどね。うん、編成的に前にはだけどよく防いだ。そんなに対して入れさせてないから、ナイスナイスナイス。いいよいいよいいよ、ライン上げ、さあこっちかも挟み込むような感じでしっかり入れてってからの、ちょっとダメージ回復したいな。もうあえて復帰してきてるなこれ。よしよし持ってった、ナイスナイスナイス。カウント進んでんの、ナイス。いいよいいよ、相手もガツガツ来れる武器やからな。いやーロングブラスターが一角、やっぱ一角二角で倒せる武器が集まった時は本当に強いな。まあただ今回はまあどっちもウルトラショットとかエナジースタンドがなかったからそれは良かったな。ナイスナイス。よしアサリも集まってるしこれ大チャンス。スミナルシート投げて、うわアサリそっち行っちゃったか。あー惜しい、いやーちょっときつい、いやー惜しかったな、いやーこれ惜しかったな、これ入れたかったな、ノックアウトコースやった。まあまあまあそういうこともある、そういうこともある。これカニタンク潰せないかな。よし潰した潰した、相手のカバーも入ったけどロング大暴れしてるな。強い武器に大暴れされるとね本当にきついから、これカーリング流しといて相手足場取ってっての、よしアサリ落ちたの大きいぞ。ロング大暴れ、ロングブラスター、あの高台下からパンパンとかマジで強いからね、こっちからも入らせてはいけない。よし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 。でねこっちがちょっとね抜けの行動とかして相手をねラインを下がらしていきたいが、無視されると一番困る。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、連続キル、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、ナイス。いやー熱い戦いやった、みんな強かった、武器も強かったしね。それでは最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、SNS、フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。